京都出身の講義の名前はマックス君、そしてドイツ出身の飼い主の名前はマキシーです。これはドイツと日本が仲良くなるストーリー。マキシーは日本語が少し下手で、講義に吠えられても言葉がわからない毎日でした。ある日マックスは日本人のドイツ語の勉強をの手伝いをするぞと決めました。マックスはみんなのドイツ語勉強を応援するたくさんの動画に登場します。ドイツ語が好きな方、ドイツ語初心者の方、ドイツ音楽が好きな方、ドイツサッカーファンの方、ドイツ留学したい方、ドイツ旅行に行きたい方、マクシーとマックスのオンラインサロンでドイツ語のコミュニティに参加して仲間になってみませんか？少しでも興味があったら、この動画の下の概要欄にある公式 LINE の中に入ってきてください。